ビクトリア朝、ビクトリア朝、ビクトリア朝は、ビクトリア女王がイギリスを統治していた1837年から1901年の期間を指す。この時代は、イギリス史において産業革命による経済の発展が成熟に立ちた、イギリス帝国の絶頂期であるとみなされている。なお、ここで用いる、朝は、時代、ある一人の君主が統治していた期間の意味であり、 王朝、ある一定の血統に属する、君主たちが統治していた期間を指し示すものではない。ビクトリア朝は、上のような社会の変化の観点から、初期、1837年から1850年、中期、1850年から1870年代、後期、1870年代から1901年の3期に分類されることが多い。初期は、 ビクトリア朝以前の1832年に行われた第一次選挙法改正や1846年の穀物法廃止などに見られるように産業資本家の勢力が伸長した時代である。中期には1860年の英仏通商条約及びグラットストーン首相のもとでの自由貿易体制が整えられ、イギリス帝国は絶頂期を迎えた。後期には イギリス国内の生産設備老朽化や資本集中の遅れから重化学工業への転換が遅れた一方、アメリカ合衆国やドイツなどの工業力が向上し、イギリスの経済派遣に揺らぎが見え始めた。帝国主義政策は植民地紛争の増加をもたらし、防和戦争、アフガン戦争などが発生した。国内において政治改革と参政権の拡大によって、 政治方針は次第にリベラルになっていった。ビクトリア初期の会員は、ホイック党と保守党の二大政党により支配されていた。1850年代の後半にはホイックが自由党に改組されている。メルボルン教、サーロバート・ピール、ダービー教、パーマストン教、ウィリアム・グラッドストン、ベンジャミン・ディズレイリ及びソールズベリー教といった多くの著名な政治家がこれら党を率いた。 アイルランドへの自治権付与に関する問題がビクトリア後期で大きな政治問題となりグラッドストーンやパーネルなどの政治家が問題の解決を図ったアイルランド問題の根本的な解決は第一次世界大戦後のアイルランド自由国建国まで持ち越されることになったパーマストン首相はバーミンガムで購入された爆弾によるフランス皇帝ナポレオン3世の暗殺計画である ボルシーニの陰謀の処理をめぐって1858年1月に辞任に追い込まれた。1866年7月、ラッセルの首相辞任を要求したロンドンの怒れる群衆がハイドパークから警察によって排除された。彼らは鉄のレールを剥がし、花壇を踏み荒らした。このような想像により、ダービーとディズレーリはさらなる議員改革の必要性を確信する。 1875年、エジプトがその負債を支払う資金を捻出させるため、英国はスエズ運河のエジプト領土を購入する。1881年、ロンドン滞在中のカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスに影響を受けたヘンリー・ファインドマンによって、イギリス初の社会主義政党である。当初は民主連盟が結成され、ウィリアム・モリスらが参加する。1882年、 英軍が最重要貿易路であり、インドへの通路でもある、スエズ運河を囲む地域を占領した後、エジプトは、イギリスの保護領となる。1884年、ロンドンの中流知識階層の一団が、社会主義の発展を目指して、フェビアン協会を設立。クエーカー・エドワード・ピーズ17歳、ヘイブロック・エリス25歳及びイーディス・ネズビット26が参加していた。 ジョージ・バーナード賞、H.G. ウェルズは後にこの会に参加することになる。1887年11月13日、日曜日、多くが社会主義者と失業者からなる数万人の群衆がトラファルガー広場に集結し、政府に対してデモを行った。市警察長官サーは武装した兵士と2000名の警察官に処理を命じた。暴動が発生し、 数百人の負傷者と二人の死亡者が発生した。この事件は、地の日曜日事件と名付けられた。1851年、世界初の万国博覧会となったロンドン、万国博覧会が、ロンドンのハイドパークで開催され、国際的な注目を集め成功裏に終わった。1888年、切り裂きジャックとして知られる、連続殺人犯が、 ロンドンの路上の娼婦を殺し死体を損壊する事件が起き、世界的にメディアを騒がせ、ヒステリーを生んだ。新聞はこの死神を利用して、失業者の苦境に注目を集め、警察と政治的指導者を攻撃した。殺人鬼は結局捕まらなかったが、この事件はさあ、お辞任に追い込んだ。産業革命はすでに勢いづいていたが、 工業化の効果が二十世紀の大衆社会を生み出すのはまさにこの時期である。産業革命はイザムバード・キングダム・ブルネルらによって国中の鉄道網を発達させ工学に大きな前進をもたらした。ビクトリア朝では今日のように科学が学問分野となるまでに成長した。大学における科学の知的専門職が増えるとともに、 ビクトリア朝の多くの紳士たちが博物学に身を捧げた。チャールズ・ダーウィンの種の起源が1859年に発刊され、民衆のものの考え方に非常に大きな影響を与えた。1863年1月、グラッドストン総理大臣がロンドン地下鉄を開通させた。1882年、白熱伝統がロンドンの街路に導入された。 しかし、あらゆる場所に行き渡るには、なお何年もの時間がかかった。ビクトリア女王の治世1837年から1901年は、英国の黄金期であるばかりでなく、英国の美術にとっても黄金期、断熟期であった。孔子とも円満だった女王とアルバート皇夫妻に、象徴されるように、この時代には、家庭の平和と、いやます繁栄があり、 それらが絵画が花開く条件につながっていた。この時代は、コンスタブル、ターナー、ランドシーヤー、ロセッティ、ミレー、バーン・ジョーンズ、レイトン、ワッツ及びホイッスラーらを生んだ。彼らは、ビクトリア女王の知性の間、生存していた。コンスタブルは、例外で、ビクトリア女王の即位の年に死亡した。およそ1万千名の一般に認められた画家が、誕生した。 凡庸なものも多かったが、高い才能と美術的な完成度を持つものも数多かった。この時代は膨大な数の美術品を生み出し、一般大衆が展覧会に殺到した。その中には絵画の立派なコレクションを持つ富裕層もいた。ビクトリア女王は英国の芸術家を講演した。数多くの芸術家が貴族と同等の人間関係を持って、 上流社会と交わるという名誉ある地位を占めた。その結果、ビクトリア朝の英国は、これに先立つ、いかなる偉大な芸術時代とも被験する、創造性の開花を見ることとなった。ビクトリア朝は、多くの人に、干渉、過度の上品さ、装飾過剰を連想させる。しかし、ビクトリア朝の画家はいまだかつてない産業革命への成果と全面的な社会や、 道徳感の変化をうまく描き出し、リケンズやジョージ・エリオットの小説、オスカー・ワイルドの演劇、及びテニスニア・ブラウニングの詩はビクトリア朝の画家に相手役を持っていた。この時期はエスタブリッシュメントと進歩主義的趣味の分離が始まった。進歩主義はアバンギャルドの近代的な思想を生み出す。芸術家のグループが拡大し、ラファエル・ゼンパー、ザ・クリック、 セント・ジョーンズ・ート派、クランブルック・コロニー、ニューリン派として知られる集団が生まれた。ラファエル・ゼンパは、詳細と真実は、人生と芸術の両方において重要だと信じた。絵画において、人とものは理想化されてはならない。イボやシミのすべてに至るまで、実物のリアリティを反映していなればならない、と考えた。一部の画家は単に独立を好み、コロニーや団体に所属するのを避けた。 英国の芸術においては多様性と個人主義こそが魅力を生むのである。ビクトリア朝の画家たちは様々な社会的、教育的背景を持つ幅広い層にも理解できるように作品を作ることを選んだ。これにより娯楽と共に文化的向上を提供したのである。ビクトリア朝の芸術は大衆的芸術だった。絵画はテクノロジーが 絵画に競合するアトラクションを提供する競争である以上に社会でより幅広く議論されていたのだった。ビクトリア超芸術の波外れた豊かさ、多様性、複雑さは裕福で複雑な社会を反映していた。絵画は後にビクトリア時代として知られることになる英国の富と力の絶頂期の理想、社会構造、上昇志向を背景としていなければならなかった。 産業革命も芸術に強い衝撃を与えた。ロマン主義とリアリズムはどちらも、この時代の力強い変化への反応と考えられている。ビクトリア朝における突起すべき文化の項目は以下の通り、信仰においては、ビクトリア朝は今日では多くの矛盾の一つと考えられている。幅広い層で、意義や節度が洗練されていったことと、投げかわしい現象の拡大は、 矛盾しているように見える。こうした現象には、売春、児童労働、及び、今日では労働者階級の搾取や帝国主義による、植民地の搾取と考えられる活動に、ほとんどの基盤を置く経済を含む。このため、ビクトリア朝的価値観という表現は、長短合わせ持つ、という意味で使われることがある。ビクトリア朝的という用語は、非常に厳しいがしばしば偽善的な道徳的基準。 などといった幅広い意味合いを持っている。より翻訳、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。